M19 戦車運搬車はアメリカ合衆国で開発され第二次世界大戦時から1950年代頃まで主に連合軍によって運用された戦車運搬車である。イギリス軍ではトラクターの開発メーカー名からダイヤモンド T 戦車運搬車などの名称で呼ばれることも多かった。M19 戦車運搬車は ダイヤモンド TM2012 トン64トラクターとロジャース MQ45 トン24輪トレーラーから構成される戦車運搬車で当時やや旧式のスキャメルパイオニア戦車運搬車を配備していたイギリス軍の要請により開発され1941年から生産が始まった当時アメリカ軍はまだ第二次世界大戦に参戦しておらず m 十九は レンドリースポーにより、直ちにイギリス軍に供与された。供与された M19 戦車運搬車は、北アフリカ戦線において、早速その性能を発揮した。アメリカ陸軍では、その後、M19 に代わる新型の戦車運搬車、M25 戦車運搬車が開発され、1943年から配備が始まった。M19 も並行して生産が続けられ、 後方での使用が続けられたが、アメリカ軍が本格的にヨーロッパ戦線で戦車を運用する頃には、M25 戦車運搬車が主流となっていた。このため、アメリカ軍所属の M19 の写真資料等は少なく、M19 はアメリカ軍では使用されていないとする資料も存在した。一方、対戦中のメインユーザーであったイギリス陸軍では、終戦後の1 9五十年代に、 後継車両のソーニクロフトアンタル戦車運搬車が登場するまで現役で使用された。後期にはトレーラー部を新型に交換したり、M20 トラクターのエンジンをロールスロイス製のものに交換したりする近代化改修が行われた車両もある。また、M19 戦車運搬車はソ連軍にも供給され、その性能を評価したソ連では M20 トラクターの事実上のコピーである。 安 -290G が生産された。M20 トラクターは自動車メーカーのダイヤモンド T モーターが開発したモデル980、モデル981トラクターをアメリカ軍が正式化したもので、980はフロントウィンチなし、981はフロントウィンチ付きである。6輪のトラックトラクターで、後ろの4輪をハーキュリーズダフックスディーゼルエンジンで、 駆動ししてており、最大で54トン以上の牽引力を有していた。M9 トレーラー自体の重量を差し引いても45トンの積載物を搭載可能で開発当時のみならず対戦中のアメリカ軍、イギリス軍のほとんどの走行戦闘車両の運搬が可能であった M20 トラクターには当時の他のアメリカ製軍用トラックと同様ハードトップ型とソフトトップ型が存在した ソフトトップ型には、リングマウントを取り付け、M20 機関銃を装備することが可能であった。第二次大戦後、M19 戦車運搬車は、アメリカやイギリスからさらに別の国に供与、あるいは輸出され、また民間にも払い下げられ、息の長いものは1970年代頃まで各地で活動を続けていた。なお、 アメリカ陸軍武器下の補給品カタログにおいて用いられる命名法システムでは本社は G159 として参照される。ありがとうございます。